はい、皆さんこんにちは。今回のお題は何に関して言及させていただきたいかというと、イスラム系の国々、イスラム教徒の、国々で、新欧米の国はどこなのかということです。最もね、新欧米の国はどこなのか。皆さんご存知の通り、最近はね、一応イスラム国によって、イスラム教のね、国々に関して、いろんなところでテロがあってね、今話題となっていると思います。で、イスラムの国々の人々っていうのは、実際のところね、テレビでも報道されてると思うんですけど、欧米に関してはよく思ってません。嫌いです。で、これはなぜか、いろんな時代、歴史的な背景があるわけですけど、十字軍、昔の世界史をね、習った方だったりしてると思うんですけど、十字軍の時代からの因縁があります。ヨーロッパはね、十字軍の、を送ってですね、イスラム教をね、撲滅するために動いたわけです。その時からあまりよく思ってないわけですけど、その後ね、19世紀に入って、イギリスとかがですね、あの辺り中東諸国をね、植民地化したわけでございます。で、その後、イスラエルが急にあそこにね、できて1948年、シオニズム運動によってユダヤ人がいっぱい戻ってきてですね、それまでずっと2000年住んでなかったわけですからね、急にあそこに建国したわけです。それに関してはアメリカがかなりね、尽力したことは事実でございます。アメリカ、ユダヤ人が多いですからね、成功した人々、ユダヤ人が、後ろから手を、ね、出してイスラエルを支援してたわけです。なので、実際アメリカに対してもよく思ってないのがイスラム系の国々なわけです。これはね、例えばイラン、イラク、クウェート、サウジとか、いろんなのがありますよね。そういった国々がよく思ってないわけです。ただ、唯一ね、私がいろんな国、イスラム系の国々に行ったわけですけどね、例えばアジアなんかマレーシアとかインドネシアとか、ブルネってありますよね。こういった国々も実際、アメリカとかの話になると嫌いな人多かったです。これは事実です。やっぱりイスラム教の国々っていうのはアメリカとかやっぱ嫌いなんだなっていうのはね、それぞれの、国々の人々を接して分かったわけです。じゃあ、先ほど言ったように、欧米、新欧米のイスラム系の国はどこなのかということです。皆さん、どこだと思いますか、これは。で、私がね、一昨年、今から1年5ヶ月前に訪問した国なんですけど、旧ユーゴスラビアのコソボという国があります。コソボということで、コソボ紛争として有名なところなんですけど、今から15、6年前にね、紛争があったところです。で、実際そこセルビアがね、それまでセルビアだったわけです。今から、8年前までね、セルビアの領土だったわけです。セルビアの、自治州だったわけですけど、急に自治権を与えなくなってですね、そこからやっぱりそのセルビアに対して反旗を翻す、コソボの人々が多くなりですね、紛争に至ったわけですけど、これもね、結構何十年前から、戦前から実際あったわけです。こういったいざこざに関してはね。で、実際セルビアとコソボ自治州ということで、その当時、NATO が介入する前までセルビアが優位に立ったわけです。セルビアがね。実際旧ユーゴスラビアっていうものは他にもいろんな国あると思うんですけど、マケドニアであるとか、スロベニア、クロアチア、ボスニア、モンテネグロ、そういった国々があります。そんな中、主に主導的な役割を果たしていた連邦ですのでね、いろんなそういった国、民族が固まって連邦だったわけです。これはソビエト連邦なんかと一緒です。で、連邦で、率いていたのがセルビアだったわけです。主導的な立場だったのはセルビア。なので、セルビアがね、セルビア人が主に、いろんなことを決めてたわけです。それに反感を持った人々がいたわけで、その周辺の、ね、諸国、実際コソボ紛争の前、その10年ぐらい前ですね、もう独立運動を展開してですね、旧ソ解体、あの頃にね、旧ソ解体ということで、そこからいろんなところに波及して、分裂したわけですけど、その煽りもね、ユーゴスラビアを受けたわけです。その中ね、スロベニアであるとかクロアチア、ボスニア、マケドニア、そういった国々が分離独立して、その後残ったのは今でいうモンテネグロとコソボです。で、セルビア・モンテネグロに関しては、昔はセルビア・モンテネグロって言ったの。で、今実際分離独立したわけです、モンテネグロはね。ただセルビアとモンテネグロは結構仲いいみたいです。で、コソボに関しては、実際その2008年になるまでは独立をしない。実際今独立宣言したのは8年前、2008年なんですけど、宣言しているわけです。例えば欧米、ほとんどの、ね、欧米諸国と、あとは日本が、独立を承認してます、コソボに関してね。ただ承認しないのは、一部の、ヨーロッパ諸国と、あとは、ロシア、
中南米、ブラジルとかコロンビア、まあ、そういった国々でございます。なので、ね、80カ国以上の人々はね、まだ独立を承認してないわけです。で、ね、一応我々日本からすれば独立を承認している立場なので、一応コソボは独立国となってるんですけど、独立を承認しない国からすれば、セルビアのコソボ州ということになってるわけです。で、なんで、コソボの人々は親欧米なのか、他の、人々、他のイスラム系の国々がアメリカとかね、嫌い、ヨーロッパ嫌いと言ってるのに、なぜかということです。まず、コソボに関しては、アルバニア人が主体ということで、現在 96% ぐらいがアルバニア系の住人です。隣にアルバニアという国があります。コソボというのは実際アルバニア人の国です。で、実際私が潜入したときに、アルバニア入ったときにですね、アルバニアの国旗が至るところであったわけです。なので、もうアルバニアのような国ですよ。ぶっちゃけな話。だから、セルビアからすれば、アルバニアにね、自分たちの領土が取られたと思ってしまったのは致し方ないのかなって感じがします。で、その際、まあ、やっぱり独立を阻止するためにセルビアが、ね、動いたわけです。コソボ紛争の時にね。で、それに見かねたのが NATO 北大西洋条約機構でございます。北大西洋条約機構が入ってですね、そしてアメリカが入りました。それで、セルビア NATO 空爆が、平成11年1999年、ね、これ3月2月このあたり4月5月6月この辺りで空爆を続けました。首都のベオグラード。実際私が行ってみてですね、ベオグラードの、そのビルを見てきたわけですけどね、そういったところで実際その攻撃を受けたわけです。で、コソボはもうそれら欧米、NATO とかアメリカによって助けられたわけです。逆にセルビアからすればそれらにね、攻撃されてるのよく思ってないわけです。なので守ってもらって、さらに、まあ、紛争が終結、締結かな、してですね、その後今、一応停戦状態みたいになってるみたいなんですけどね。で、実際、その後大きな、ものは起こってません。もちろん小さなものはね、ちょくちょく起こってるわけです。いざこざがね、あと国境地帯というのはあんまり良くないですからね、いがみ合ってるわけです。ただ、現状ね、その NATO 傘下の警報、この間私がコソボのプリズレンに行った時には、その警報傘下の、ドイツ軍がいたわけです。まあそういった人々を見たわけです。まあこの後ね、その動画をね、現地で撮影してきた動画を流させていただきたいと思います。コソボにいます。コソボのね、プリシチューナいますね、プリシチューナ。で、今いるところがね、マザー・テレサの大聖堂に今いるところです。まあ、こんな感じでね。で、これも結構観光の見どころとして有名なんですけどね、こんな感じで市内を今歩いてます。市街地にこれから行く。2008年に分離独立した国です。まあ、実際セルビアがね、まだその分離独立を認めてはないんですけどね。世界106カ国、2013年の段階で世界106カ国の、ね、国々が独立を認めてます。で、本日2014年のね、8月の、8日金曜日でございます。今いるところがね、プリシティーナ、首都のプリシティーナの、市内の、マザーテレサ大通りの北端に今いるところです。で、ちょうどここが、ですね、でこちらが別の道になってるんですけど、まあ、こんな感じでね、見てるんですけど、結構混んでますね。こっちに行く道は混んでないけど、こっち側に行く道がすごく混んでるね。なかなかすごいです。で、まあ、最初ね、入国するときとか大丈夫かなと思ったんですけどね、実際2012年、2年前もね、マケドニア行ったときにそこからコソボ行けるって分かったんで、そこから行こうと思ったんですけど、ちょっと控えたんです。で、今回ね、中心部歩いてるときに宿が欲しいもんなんで、結構繁華街っていう大きな通りにこう歩いてます。人が多いです。人口70万人ぐらいかな、確かここのプリシューナっていうのは。で、スーパーがあったりとかね、ここで服屋があったりとか、車が結構多いですよね、こんな感じで。で、あそこが教会になってるんでね、教会も一応見どころの一つです。で、コソボの国旗っていうのはね、あるんです。もう一つなんかアルバニアのね、から6年前に独立した国でございます。実際セルビアがまだその独立を認めてはないんですけど、2008年独立を宣言して独立をした感じです。で、世界106カ国のね、国々が独立を認めてます。で、ここ見てください。ビル・クリントンってなってます。アメリカの星条旗が掲げられてね、まあ、こんな感じでね、まずそのコソボの独立に尽力したのがね、まあ、NATO、ね、あとアメリカでございます。なのでそのアメリカに関してはかなりね、対米感情はいいかなって感じはするんですけどね。
ビル・クリントン。結構ね、至る所でアメリカの国旗を見つけます。あそこなんか見てください。中心都市のプリズレンのところです。でプリズレンのね、旧市街の方が来てると思うんですけども、あそこでね、それを見てしまったらしいです。今ね、本日2010年のね、8月の9日でございますけど、ね、こんな感じで見てるんですね。ドイツ兵やっぱこの NATO 相手、ドイツを中心とした、ね、NATO があります。でこちらは結婚式ですね。2組のカップルが成立して、結婚式を挙げたと思いますね。ドイツ兵どこだろう。Kosovo is a new place, I mean new country, which independent from 2008. Yeah, 2008. And I think that the people here are very friendly. Yeah, yeah. And very quiet. Mm-hmm. So everyone who wants to come here in Kosovo. Yeah.Are welcome because they can find here too many stuff like, like new food, new culture, new experience having visiting the total monuments here, artifacts, whatever. So this is basically what is Kosovo. Ah, yeah. Okay. So I introduce Kosovo to Japanese people. Kosovo is nice country.見ていただいた通り、実際は、アメリカとか、欧州によって助けられたということで、ね、実際ビル・クリントンという通りが、コソボの、プリシナ市にあるわけです。クリントン通りね。それだけ、ビル・クリントンのね、銅像が置かれたりするだけあって、かなり親欧米というのは実際私が訪れてみて分かりました。で片方のセルビアはどうか、セルビア側。セルビアもね、私は実際ベオグラード行ってですね、いろいろ見てきたわけですけど、なんかロシア人が多かったですね。宿でロシア人に話しかけるロシア人仲良くなったわけですけど、やはりロシアがかなりね、援助してるなってよく分かりました。あとはシリアからの難民もね、実際多くのところで見てですね、この目で見てきたわけですけど、いかにももう風貌とか体格が、もう素人じゃない。感じ、いかにも兵士だったって感じのね、人々だったわけですけどね。まあその中6人7人こう宿のところに泊まって教養の前にいるわけですけどね。で俺が何人かって言ったらジャパニーズって言ったら、ああジャパニーズって感じで言ったわけですけどね。日本人に対しては全然ね、すごくイスラム系の国々ってはね、好印象の人多いですからね、ここら辺は安心していいかなって感じはします。ただ先ほど言ったように一応イスラム国に関しては別でございますよ。実際日本人も、狙われているのは事実ですからね。まあ、こんな感じでイスラム系の国々の中で唯一最もね、親欧米な国というのはコソボでございます。コソボなかなかねコソボ行くっていう人はいないと思うんですけど、これからもね実際私が、コソボで撮影した動画、アキーラさんコソボでやっていただくと出てくるので見ていただければと思います。これからもねこういった問題に関しては、言及させていただきたいと思います。ぜひとも皆さんチャンネル登録されていない方はチャンネル登録をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。